利回りですよね。農業投資の利回りについて、結構聞かれることが多いんですけれども、まあ、農業投資の利回り算出するにはですね、いくつかの要素を考慮する必要がありますね。収益源ですね、まず。あとは、まあ、リスクの管理とですね、あとは、まあ、持続可能性ですね。このあたりっていうのは、結構持続可能性は見過ごしがちなんですけれども、まあ、利回りの算出方法ですね、これはいろいろあるんですが、まあ、一般的には ROI ですね、まあ、リターンオンインベストメントですよね、有名な、まあ、こういったものですね、投資額に対する、収益の割合を示す指標ですね、まあ、このあたりですね、細かい計算不得意な方、あと、まあ、年間利回りとかも考慮する必要がありますので、まあ、このあたりですね、サポートの方に依頼いただければですね、こっちの方で専門スタッフがサポートします。